被災地の方々は大変苦しい思いされていると伺っておりますので、その気持ちに寄り添えるように頑張っていただければと思います。今回石川県に派遣されるのは特別自動車警ら部隊です。派遣を前に県警本部で今朝、半田本部長から訓示を受けました。派遣部隊はあさってから12日間、石川県穴水町でパトカーを使った巡回などを行い、被災地の防犯活動を担当します。空き巣だったりとか詐欺とか、そういった犯罪の発生も心配されるところですので、犯罪の未然防止、少しでもできたらなと思います。鳥取県警では今後も求めに応じて支援を行いたいということです。